はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちら、ローローマウンテンワークスの旅チビトートについてご紹介していきたいと思います。はい、まあ、こちらなんですけども、もともとメーカーの開発者の方はですね、まあ、自転車の愛好家というかサイクリストの方だったそうなんですけども、サイクリストの使用を起源とするサコッシュと呼ばれる肩掛けのバッグがあるわけですけども、まあ、近年はですね、そのサコッシュと呼ばれるようなタイプのバッグ、山でも非常によく見かけるようになりましたけども、その機能をですね、登山やトレッキングなどでより使いやすい形にアレンジしてオリジナルの製品として送り出したのがこちらの旅チビトートと呼ばれるものになっております。昔はですね、登山用の小物入れ用のバッグというと、どちらかというとこうウエストポーチ的な感じの腰につけるようなバッグが多かったわけですけども、最近はこのような首掛け式のバッグ、非常に主流になってきていると思います。その中でもですね、この旅チビトートなんですけども、最初のモデルはですね、2016年に出たモデルになりまして、もう今だと山に行って見ない日はないですし、街でも使ってる方をよく見かけるようになるくらいの非常に人気のあるポピュラーな製品になりました。今回ですね、こちらを改めてご紹介していきたいと思います。はい、まず素材と各部のご紹介になりますけども、こちら素材はですね、センデニールの厚さのナイロンを使用をしております。撥水の加工がかかっております。はい、サイズなんですけども、こちらのですね、最大の幅の部分が27センチで、高さここからここまでですね、こちらが 19.5 センチになっております。 19.5 センチからというふうになっておりますが、ここについては後ほどご説明させていただきたいと思います。容量もですね、1リッターから5リッターというふうな表示になっております。重量はですね、こちら 120g の重量になっております。で、生産国なんですけども、こちらすべて日本製となっております。東京のですね、足立区の町工場工場にて、すべて一個一個ハンドメイドでの生産というふうになっております。はい、先ほどですね、サイズの表記の部分で特殊な書き方をしてあったんですけども、その理由はですね、こちら形状や容量が変化する、変身するバッグというようなコンセプトというかですね、そのような機能を備えています。こちらがですね、今最小の状態ですね、一番こうコンパクトに収納した状態になります。厚さもこれで大体2センチくらいという感じですかね。これが一番、薄くコンパクトな形になります。サコッシュというかですね、ショルダーバッグタイプにもかかわらず、この製品名旅チビトートという名前がついております。そのゆえんはですね、やはりこのような上側にも取っ手がついておりますので、このような形でトートバッグタイプの持ち運びにも対応をしているというところから、やはり旅チビトートという名前がついているところになります。はい、じゃあこちらがですね、まずこの底面、これ2つ折りに実はなってまして、この底面のマジックテープを外すと、このような形で自立をするような形で立体形状になります。この底の部分はですね、14センチ四方の四角の形状になっておりまして、マジックテープの凹凸側というかですね、両サイド側がこう列になってついてるんですけども、はい、このようにですね、そこにマチが出現しますので、これをそのままこう、まあ、広げていくことによって自立する形になるというところで、まずこれで容量が増えるわけですね。そしてさらにもう一段階、こちら大きくなりますね。こちらトップのところに、ボタンがありまして、ここにこれ止まってるわけですね。これ止まってるんですけども、で、今両サイドのですね、肩掛けのショルダーのベルトの部分はここにこう全て収めてしまっていたんですけども、これをこうまずトップのボタン外していただいて出していくと、そしてこれ今ファスナー閉まった状態なんですけども、ここの裏側の生
生地というかですね、収まってる部分の生地がですね、こうこのように引き出すことができまして、こうするとさらに先ほどの全高 19.5 センチから約8センチぐらいですね、高さが拡張されるわけですね。こちら高さが拡張されることによって約 27.5 センチでしょうかね、長物もすっぽりと収まるようなサイズ感になっております。ペットボトル縦で入れても実際真ん中入っちゃうんですね。結構背の高いサコッシュというかですね、ショルダーバッグに変身するというような形になってます。この点待ちなんですけども、先ほどのようにこのように中にこう折り込んでしまうと、ちょうどこんな感じでですね、内部の皮質がですね、だいたい半分ぐらいのところでしょうかね、2つに分かれるような感じですね。で、このトップの部分、また一つギミックがあるのが、これ今字幕だと500ミリサイズのペットボトルって書いてあるんですけども、今回ちょっと間違えて650ミリ、ちょっと大きいですね。ちょっと大きめのペットボトルなんですけども、これが実は、今表記よりちょっと大きいんですけど、ぴったり入っちゃう。そんなサイズ感になってるんですね。実際このようなサコッシュタイプというかですね、斜め掛けのタイプのバッグ一つで出かける場合っていうのはですね、こう飲み物を買った時に入れ場所に困るっていうのが、結構多々あると思います。また特にこのような夏場ですね、冷えた飲み物などを持ち歩く際にですね、やはり気になるのは結露が発生して持ち運びの際にバッグが濡れたりっていう経験がやはりどなたもあると思うんですけども、この 500ml サイズのペットボトルしっかり入るんですけども、こちらですね、点待ちの部分は一番上止水ジッパーになっておりまして、でこの生地の縫い目の部分もですね、この第二マス素材が一回しっかり折り返された状態で縫われているので、この天板の部分からこう水分が入らないんですね。なのでこのような形でペットボトル収納してしまえば、夏場でも、結露でびちゃびちゃになったような飲み物を入れてしまっても、中に、結露が内部に侵入非常にしづらいような形状になっている。これがですね、非常に考えられた作りになっているなと思います。ちなみにこのジッパープールのですね、片側、ホイッスルになってます。大型ザックのタイプだと、チェストハーネスがホイッスルになってるものがあるんですけども、このような小型のタイプでこんな感じになってるのは珍しいと思いますね。はい。そしてこちら、今ご紹介している、こちらはですね、2019年の秋冬よりデリバリーの開始された現行モデルということになります。現行モデルと言いましても、どちらが変わったのかと言いますと、まず一番変わったのがですね、このショルダーストラップの部分がですね、一番変わりました。この細身の部分からこの肩にかかる部分がですね、幅広のしっかりとしたものに変更されました。こちらがですね、ちなみに第一世代と呼ばれる2016年からの最初の形状のモデルになります。こちらはですね、このようにショルダーストラップ、非常にシンプルな、同じ幅のナイロンのベルトになっております。現行の第2世代のモデルはですね、背負い心地、肩掛けの際の快適性をより上げるために、ちょっと幅広なしっかりしたショルダーストラップに変更をされています。しかしこちらはですね、この第1世代のモデルの方と互換性があります。このショルダーストラップ両サイドいらないときは、この簡単にバックルで取り外せるようになってるんですけども、こちら新しい方のショルダーストラップのバックルをこちら第一世代のものに入れてもぴったりとはまるんですね。付け替えが可能になっているということで、非常によく考えられているなと思います。こちら現在はですね、この新しい方のストラップのみでの販売というのは今のところ行っていないので、
もしストラップ、第一世代使っている方で新しいものに変えたいという場合は、まあ新しい方のものを買っていただくことにはなるんですけども、こちら互換性あるので付け替えが可能になっています。その他はですね、あとはほとんど外装上の違いという形になってくるんですけども、まずこの前側のですねループが3つ入った、波打ってるナイロンテープなんですけども、これの色が初代の方はですね白でした。それが、新しい方のものはですね赤みがかったグレーのような、ちょっと暗めのシックな、オータムカラー、秋冬のようなカラーにこう変更になっております。同じくこの第2馬の天待ちの付け根の部分についているこのナイロンのループの部分も、同じく白からちょっと赤みがかったグレーに変更になってます。はい、こちら2019年秋冬からの、現行モデル、今年で2年目になりますけども、もう一つ変わった点はですねやはりこのボディカラーですね、こちらが大きく、こちらも秋冬用のですねカラーというかですねシックなカラーに変更になりました。こちらご紹介していきたいと思います。はい、まずはですねはい、こちらアッシュのカラーですね、グレーのメインのカラーになるんですけども、ちょっと所々ころこの赤みがかった感じがですね、若干ナイロンの目の部分に入っているような形になります。グレーベースのカラーアッシュですね。続いてはこちら先ほどからご紹介で使用しておりました、グリーンベースのカラーモスというカラーになります。こちらも同じくちょっと赤みがかった部分が若干入っているんですけども、暗めのモスグリーンですね、まさにのカラーになってます。そしてこちらブルーグレーになります。ちょっとこちら画面だと分かりにくいですかね、この角度がいいですかね、こちらでだいぶ暗めのやはりグレーがかったブルーのような感じのカラーになってます。そしてこちら、残りもう一色ウォルナットブラウン系のカラーがあります。はい、ここまでタビチビトートの、2019年秋冬からの現行モデルについてご紹介をしてきましたけれども、表地の素材違いのモデルというものが、長いこと定番で存在しているモデルがありますので、そちらも合わせて今回ご紹介していきますが、こちらがタビチビトート X パックと呼ばれるものになります。こちらはですね、この表地の部分が X パック素材と呼ばれるものを使用したモデルになります。こちらも、長いこと定番で存在をしているモデルです。値段の方は1000円ほどですね、タビチビトートより高くなっているような感じです。ナイロンのセンデニールのものと比べると光沢のあるツヤっぽい質感になっています。はい、こちら素材なんですけども、素材の提供元の会社がですね、ディメンションポリアント社、アメリカの会社になりますけども、主にこの X パック素材何に使われているかと言いますと、ヨットのセイル帆ですねなどに使われているような素材になります。そしてですね、これ3層構造の素材になっています。表地がですね、まずナイロンが1層ありまして、でこのダイヤ状のクロスが入っている部分はですね、ポリエステルが、よられた糸ですね、よった糸をこのようにクロス状に配置することによって、引き裂き強度を高めた、耐久性を高めているような形になります。そして一番裏側ですね、裏側の素材はポリエステルを接着するような形の3層の構造になっている、これが X パックと呼ばれる素材になります。こちら厚さがですね210デニールの VX21 と呼ばれる X パックを使用をしているということですね。こちらまあ持ってみても分かるんですけども、重量にも非常に優れた素材になっています。重量はですね 105g と 20g ほど通常のタビチビトートより小さくなっております。はい、こちら X パック素材を採用したことによって、まず重量が、少し軽くなったというところと、やはりこの引き裂き強度ですね、このパリッとした質感がですね強度にも非常に優れてて、この表面からのダメージにも強いという部分と、
やはり3層構造の生地になっておりまして、裏地がついているので防水性にもよりノーマルのモデルより優れているというところが挙げられると思います。ただしこの、タビチビトートのシリーズはですね、CM テープの処理がされてません。この縫い目の部分ですね、縫い目の部分裏から CM 処理をしているわけではないので、完全な防水機能は持っておりません。なので縫い目から水が侵入してくる可能性というものは想定しておいてくださいというのが、メーカーさんの説明文にもありましたので、こちらもお伝えをしておきたいと思います。このナイロンの前立ての部分がこの差別化の意味で、こちら X パックのモデルは現在は全て黒に統一されているということになります。こちら X パックの方のモデルも2019年秋冬よりのモデルはですね、ベルト、ショルダーベルトは太めのしっかりしたものに変更をされております。はい、ではこちら X パック仕様のモデルの方も今回入荷したからご紹介していこうと思います。まずはこちら、スレートと呼ばれるカラーになります。グレーベースのカラーになりますけども、やはりちょっと光沢のあるような感じで、比較的明るめのグレーといった感じでしょうか。こちらスレートというカラーですね。続きまして、はい、こちらもですね、アースカラーで定番の人気カラーになりますけども、コヨーテですね。こちらもツヤっぽい感じで、先ほどご紹介したウォールナットと比べるとやはり比較的明るめのカラーという感じですね。こちらコヨーテのカラーになります。最後が、はい、こちらブラックのカラーになります。ノーマルの旅チビトートのタイプはですね、2016年から発売をされていた第一世代の方にはブラックのカラーあったんですけども、現行はですねブラックのカラーなくなりまして、こちら X パックの方はこのようにブラックのカラーまだ継続で展開をされております。こちらもちょっとツヤっぽい感じになってます。こちら前のナイロンの部分もですね黒なので、まさしく真っ黒といったような感じの仕様になってます。はい、ではこちらノーマルの旅チビトートの方を、今容量としてはですね、上の点マッチを引き出して、そこもこう開けた状態で最大の容量にして斜め掛けにして使用をしてみてますけれども、やはりですねこの底のマッチの部分を広げるとですね、しっかりと、幅があります。14センチ、幅があるので、やはり物がしっかり入るんだなという印象になります。まあ反面結構こう出っ張る感じというかですね、傘が張る感じはあります。背も高いので長物もしっかりと収納できるような形になっております。ショルダーベルトはですね、こちらとこちら両側の付け根から長さが調節できるような形になってます。トート型にしてみると、まあこのくらいのサイズ感になります。やはりまあ、トートというには、ちょっと小さいですけども、身の回りの小物を入れて運ぶぐらいなら、十分すぎるくらいの内容量があると思います。はい、いかがでしたでしょうか。ローローマウンテンワックスの旅チビトートですけども、山でのショルダーバッグサポッシュとしてはですね、もはや定番と呼べるほどの人気シェアを獲得している製品と言えると思います。こちら最初にですねお話しした通り、生産は東京の足立区の工場で一つ一つこちらハンドメイドで作られている製品になりますので、非常にやはり数に限りが毎シーズンある製品になっております。今シーズンもですね、非常に入荷してからお問い合わせ売れ行きともに非常に早いいい商品になってますので、もしお買い求めのお客様は、ぜひお早めにご検討いただければなと思います。はい、今回はローローマウンテンワークスの旅チビトート、素材違いで2種類合わせてご紹介させていただきました。以上になります。